こんにちは、ちゃめいです。本日の動画は宇都宮日帰り Vlog。 都内から約2時間なので今回グリーン車を使います。確かグリーン車使うの私初めてだと思うんですけれど、土曜日で混んでるかなと思ったら結構空いてたので快適に過ごせました。それでチケットは買ったのはいいんですけど、どうこう買ったのを証明するのかなって悩んでたら、こう上のところにパスモをタッチすると赤いランプが青になって、これで購入したよっていう証明になります。ちなみに隣のカップルはなんか多分青になってなかったんで、あれっていう感じでしたけどね。早速宇都宮に着きまして、改札出ると結構やっぱ開けてて、まあ、観光地っていう感じがしてましたね。でこのずっと進んでいくとこう像があるんですけど、餃子のヴィーナスっていうのがすごく可愛くて有名です。で早速友達と合流して、車で大谷資料館っていうね、これも観光で有名なところに連れてきてもらって、映画とかミュージックビデオとかで皆さんが絶対目にしたことあるような舞台がここ大谷資料館の採石場なんですけれども、深さが30メートルあって、本当にひんやりした、まあ、洞窟のような採石場なんですけれども、本当に広くて多分皆さんが思っているよりびっくりするぐらい広いんですよ。もう全然予想を超えてきた広さなので、でアート作品もあったりとか、もう本当にこういうドラマ PV で使いましたよとか分かりやすく紹介してるんですけど、本当にこれが人間の手作業で掘ってきて、で途中まあ機械で掘ったところもあるんですけれども、本当にすごい技術だなと思いました。資料館入り口にあるカフェでお茶をして、そのまま歩いてちょっと散歩がてらランチを食べに向かいます。この大谷で採れた石を使って建物なんですけれども、石の蔵というレストランですね。ランチビュッフェ結構しっかりいただきました。で次に宇都宮タワー、結構その石の蔵から少し歩いたところにあるんですけれども、広い公園でアスレチックなどもね結構ある、であと春先とかは花見ができるすごいね広い公園になります。少し料金払ってこの展望台のところまで上がってきます。でこの日すっごい天気が良かったので、望遠鏡が置いてあるんですけど、それ覗くとスカイツリーも本当にうっすら見えました。それでこれは茨城県の筑波山なんですけど、茨城出身だとねかも当然かのように筑波山登ったことあるでしょうと言われますが、登ったことはありません。でこれが駅前の長い商店街なんですけど、オリオン通りっていうところで、これの商店街の中にメガドンキがあるんです。でキラセというこの宇都宮の餃子の名店の餃子を全部集めたというお店なんですけれどもね、整理券を配るほど本当に人が平日なんですけどめちゃめちゃいました。値段も結構お安くて300、400円ぐらいでいろんなところの餃子を食べれます。私が頼んだのが餃子の昌平、麺市場、花、味一番、この4店の餃子を食べ比べをしました。初めての宇都宮はすごく楽しかったですし、最近ね移住促進もしてる町なので、ぜひ皆さんも足を運んでみてください。またの動画でお会いしましょう。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。